すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、というわけで本日はまさかのゲストに登場していただきます。どうぞお願いします。高木明です、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。マジでびっくりです、本当に。テレビ見てた人が普通に出てるってことですか。よろしくお願いします。というわけで本日高城さんと一緒に行くお店はこちらです。ドン、JR 池袋駅から徒歩3分くらいのところにあります博多一行舎池袋東口店さんにお邪魔してます。高城さんはもともと福岡出身の方ということ。そうなんです、はい、お父さんが福岡出身で、その周りに屋台とか豚骨ラーメンが好きです。なるほど。それでは早速高城さんも好きな豚骨ラーメンをすすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、博多一行舎池袋東口店さん、食券制です。今回すするは博多水炊き味玉取り付け麺の大盛りをチョイス。そして高城さんは女性に大人気のあっさり塩豚骨ラーメンをチョイスしていました。普段からラーメンよく行かれるんですか。マジっすか。中本食べに行きました。え、辛いのいけるんですか。辛いの好きなんです。うわ、濃厚味噌タンメン食べました。え、すごいですね。ラーメントークでワイワイしながら待ってるだ。こちらが博多一行舎池袋東口店さんの博多水炊き味玉取り付け麺大盛りです。どっさりと食べ応えがありそうな麺に鶏の水炊きスープがベースになっているというつけ汁は果たしてどんな味なのか。高城さんのあっさり塩豚骨もすすりやすそうながらしっかり豚骨してそう。これはどちらも期待値高いぞってことで、いただきます。いただきます。まずはオンリー麺すすりから。ぬぺー、グミッとした食感でなかなかのうまし。ってことでつけ汁にフライングゲットして、はい、すするー。ほぬーい、鶏ベースなのでまろやかなのかと思いきやキレッキレの醤油がシュバーン。そしてど真ん中に来る鶏ストレートもズドンでヘビーローテーションしちゃいたいです。どうしました。いい食べっぷりだなと思って見てました。さあ、高城さんから褒めてもらえてテンションも上がったりして、ここでちょっと嬉しいつくねもパクリー。そしてまたキレッキレなつけ汁と麺を楽しんだところで高城さんのすすりも披露してもらいましょう。すするのうまいっすね。練習したんですよ、昔。あ、練習したんすか。練習とか、うん、こりゃ負けてらんないぞという気持ちもありつつ、実は柚子が入っていて爽やかなアクセントも見つけられたりしました。てな感じで後半は同時すすりもやってもらっちゃったりして、ポニーテールとノリすすりも披露したらラストは味玉。実は一行舎さんの味玉がかなり好みで、トロトロな黄身も味付けもたまらないんです。ってことであとはただただすすりまくったら本日の完食です。大変美味しくすれました。豚骨だけでなく鶏のつけ麺もうまいなんて万能だな。それでは一緒にごちそうさはい、ごちそうさまでした。いや、博多一行舎さんに行ってきたんですけれども、前回僕ラーメン食べたんですけど、今回は博多水炊き鶏つけ麺をいただきました。つけ麺もクリーミーだからしっかりキリッとした醤油味が効いてすごく美味しかったですね。高城さんは女性におすすめのあっさり塩豚骨ラーメンいただいてましたけど、どうでしょう。はい、豚骨っていうと女性だとこう最後の方はもったりとして、はいはいはい、ちょっと女性には重いかなって感じもすると思うんですけど、うん、やっぱり名前の通り結構スルスルとスープもクイッとクイッとどん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 進んでしまうような、はいはいはい、やっぱり低カロリーってここのね看板にも書いてあるんですけど、そうですね、女性はこういう言葉に惹かれやすい、はいはいはい、食べてみためっちゃ美味しい感動するみたいな。これ素晴らしいですね、これ。はい、美味しかったです。はい、ということで、まあ、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それではスルの公式キャッチフレーズ、博多一行舎池袋東口店さん、エブリデイラーメンや。はい、北極はまだ行ったことないですか。北極一回食べたことあるんですよ。はいはいはい、もうその時は結構泣きながら食べた。普通プライベートで行ったんですけど、一人で行って、はい、店員さん、お前